一言お祈りします。天のお父様、尊い皆をあがめます。これから御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ今日の御言葉も主ご自身がお語りくださいますように、このしもべを十字架の陰に隠してくださり、聖霊様がご自由に語ってください。どうぞお一人お一人の上に聖霊様が働きかけてくださって、霊の目を開き、霊の耳を開いて、あなたの偉大さを、あなたのご愛をもっと深く、もっと大きく知ることができますようにお導きください。一切を御手に委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は自由の用い方ということでね、というテーマでご一緒に御言葉を聞いてまいります。ペテロの手紙第1、2章13節から17節になっております。私たちが暮らしているこの日本なんですけれども、皆さんもよくご存知の通り、キリスト教を信仰している人は少数になります。人口の 1% というふうに、ね、いつも言われますね。 1% からなかなか変わらないなという感じですかね。非常に少数です。特にね、皆さんお住まいのこの地域ですね、徳島では本当に少ないなということを思います。ですから、自分がクリスチャンである、教会に行ってますよということを、ね、言いますと、非常に珍しがられるかもしれません。教会行ってるんですかっていうふうにね、教会って何するところですかって言われるかもしれないですよね。実際私も教会の牧師ですって言うとね、どこの牧場ですかって聞かれたこともあるぐらいですので、非常にマイナーだなということを感じますね。それぐらいキリスト教ってまだ馴染みがないのかなということを思います。それでもね、寂しい思いはするんですが、日本では信仰の上に迫害されるということはあまりないと思います。ちょっとね、嫌がらせされることはあるかもしれませんけれども、命を奪われるようなね、そんな危険は今のところないんじゃないかなということを思います。ですがこのペテロが手紙を書いたこの時代ですね、この時代、そしてローマの時代、ここではキリストを信じているというだけで迫害されることがありました。命を落とす人もありました。これは昔々のお話というわけではなくて、現代でもやはり今もなお多くの地域でイエス・キリストを信じているというだけで迫害され、そして命を落としている方もあります。そのような厳しい状況、現代でもあるんですけれども、神様のご愛はそのような厳しい中にあっても変わることはありません。今日は、神様のご愛の中で信徒はどんな状況にあっても罪に支配されることはないということを御言葉から学ばせていただいて、恐れにとらわれることなく自由に良い行動を選択していきたいと願っております。では聖書を拝読しますのでご覧ください。ペテロの手紙第1、2章13節から15節をまず拝読いたします。13節から15節。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。はい、ここまでです。この当時の世界の支配者はローマ皇帝でした。皇帝にもいろいろありました。いろんな皇帝がいました。その中にはもう自分が全ての人を支配しているんだ、そして全ての人は
自分を神として崇めるべきだ、そう思っていた皇帝もありました。そのような皇帝でしたら、キリスト教徒に対して非常に厳しくなります。キリスト教徒は神以外、神様以外礼拝しません。神様以外にはひざまずきません。ですので、皇帝はそのような自分を礼拝しろという思いを持っていますので、自分を礼拝しないこのような人たちは、このような者たちはということでね、彼らを迫害したということがあります。そのような時代なんですけども、ペテロはその皇帝ですね、王と書かれていますが、ローマ皇帝です。王、またローマ皇帝から使わされた総督、地方にたくさんの総督が使わされています。そのたくさんの地域を、ね、統治するためにローマから使わされるんですが、そのような総督、まあ、言うなれば信徒たちにとっては敵とも思えるような人たちですね。そのような人たちが作った制度に従いなさいと命じています。人間が作った制度に従いなさい、あらゆる制度に従いなさいと言います。もちろん人間が作った制度というのは完璧ではありません。時には不公平なものもあります。ですがペテロは主のゆえに従いなさい、主のゆえに従いなさいと命じます。主イエス様を見なさい、主イエス様がなしてくださったようにあなた方も従いなさいと、そのように命じていますね。イエス様は不正な裁判によって死刑を宣告されました。もう全くないことばかりですね。普通はあることないことっていうことが出てくるので、あることっていうのはなかったんですね。全く嘘の証言ばかりです。それによってイエス様は、有罪とされ、そしてユダヤの法律によって死刑、神を冒涜した、そのように、判決が下されて死刑が確定し、そして今度は、ユダヤ人たちは自分たちで死刑を執行できないので、ピラトのもとですね、ポンティオ・ピラトのもとにイエス様を連れて行き、そして処刑してもらおうとしたわけです。その時には、神を冒涜したではなく、ローマに逆らおうとしている、ローマに反抗するものだとして訴えたわけですね。もうデタラメもいいところです。ですが、そのような不正な裁判、それにもイエス様はすべて黙っておられた。そして十字架の苦しみを忍んでくださいました。そのようにイエス様が不正な裁判、この不正な制度であっても黙って従われたように、イエス様の弟子もたとえ不完全な制度であってもそれに対して抗議をして争うのではなく、イエス様のように裁きを父なる神様に委ねてじっと耐えなさい、神様に喜ばれる行いを選びなさい、自分の思いで反抗し戦うのではなく従いなさいと、そのように教えています。なぜそんなことをペテロを教えたのか、そんなことをして本当に得なのかということをね、私たちも思います。そんな不正に従っていいんだろうか。ペテロはちゃんと教えますね。善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神様の御心だからだと教えます。悪に対して悪で対抗してもさらに争いが起こるだけです。ですが善をもって対処するなら主が迫害している人の心を変えてくださいます。だからこそ不正な、また不公平な、
そのような制度であったとしても、人が作ったすべての制度に、主のゆえに従いなさいと、そのように命じているわけです。ただ、残念ながら、現代でもですね、自分たちの思い通りにならないとき、暴力によって自分の主張を通そうとすることがあります。そのような行動をする人たちは、自分は正義を行っていると考えます。我々の正義を貫くのだとして、戦いを始めてしまうんですけれども、結局他の人を傷つけ苦しめていることに違いはありません。これは決して善であるとは言えないわけです。自分に対しては良いかもしれません。しかし、その人の良いと思う行動によって、多くの人が苦しめられていることも事実ですね。ペテロは信徒たちに、どんな時でも善を行うように命じています。神様のご愛は変わらない。そして、主イエス様が、忍耐してくださったようにあなた方も従いなさい、主のゆえに従い善を行いなさいと命じています。16節と17節を拝読します。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。あなた方は自由人として行動しなさいとありましたね。あなた方は自由人として行動しなさい。ここからはっきりわかりますね。イエス様を信じた人は皆自由人です。自由です。よく他の人から、未信者の方からね、キリスト教に行くと自由がなくて困るわと言われることはあるかもしれません。日曜日になったら礼拝行かなければならないとかね、なんかお酒飲んではいけないんじゃないですかとかね、タバコ吸ってはいけないんじゃないですか、私もコーヒー飲んでいいんですかとか言われましたけれども、自由がなくなるって思っている人はかなりいらっしゃるかもしれません。ですが、ペテロははっきり言います。自由人です。イエス様を信じた人は自由人だと言います。誰が何と言っても神様に喜ばれる正しい行動を取ることができます。自分で正しい、これは神様が喜ばれる行動だって分かる行動、それを選ぶことができます。実行することができます。当たり前みたいですね。当たり前のようですが、実はイエス様に従わない人、イエス様を信じない人、もっと言うとね、このように支配されている人ですね。そのような人たちは、自分では正しいと思えることをしたいと思っても、周囲の目にとらわれてしまったり、また損得感情が働いてしまうことがあります。これするのは正しいんだって分かっていても、でもこうすると損だよねとかね、これすると周りの人がなんて言うかなって、どうしよう、変な目で見られるかな、そういうふうにいろいろな束縛を受けてしまいます。その結果、正しいことがやりたいけれども自分ではしたくない悪い行動を選択してしまうことがよくあります。信徒はこの世の人と同じように周りの影響を受けて行動を制限されることはありません。この世に支配される必要はありません。神様の御心を第一に選ぶことができます。信徒は神の奴隷です。この世の奴隷、罪の奴隷ではありません。
神様に従うこと、それができる人たちです。この世の奴隷、罪の奴隷は罪を行うことしかできません。しかし神の奴隷は神様の喜ばれることを自分から選んですることができます。そのようにして自分の意思で正しい行動、神様の御心をちゃんと知って良い行動を選ぶことができる人、それが自由人だと言っています。そのような自由が与えられているんですから、あえて制度に逆らうことも自分の自由だとして人々に、人々と争うこともできないことはないですね。ですがそれが良いことかということ、それを私たちは考えることができます。争っていいのか、いや争うことは神様の御心ではない、すべての人と平和を保ちなさいと教えられている、神様の御心とは違う、それを知ったときに争うことに用いるのではない、悪を行うために私は自由だからこの制度には反対する、この制度には従わないというのではなくて、イエス様がしもべとして人々に仕えてくださったように、信徒も神様の奴隷として神様の御心を行ってすべての制度に従っていくということです。すべての人を敬いなさいとありました。すべての人を敬いなさい、ここで、すべての人とありますけれども、これは神様がすべての人を愛しておられるからこそ私たちもすべての人を敬うんです。そしてすべての人というとき、大きく分けて2つのグループに分かれます。1つ目、それが主にある兄弟姉妹です。主にある兄弟姉妹、そしてもう一つは王に代表されるように不信者のグループです。イエス様を信じていない人たちのグループに分かれます。ですから兄弟姉妹に対してはキリストの愛を持って互いに愛し合い、そして不信者に対しても敵対するのではなくて主が愛しておられる人だと、そのようにちゃんと認めて尊ぶこと、それが命じられています。そして恐れ敬うべきは神様だけだということも忘れてはいけません。人を恐れる必要はありません。私たちは私たちに命を与えてくださった王の王、主の主であるお方を恐れ敬うことです。イエス・キリストを信じたなら誰もが神様の子供であって、この世の束縛から自由になります。しかしその自由は自分勝手に生きることを意味しているのではないということを覚えましょう。イエス様が示してくださったように、どのような人をも愛することができる自由です。私たちは誰を愛してもいい、すべての人を愛することができる、そのような自由が与えられています。神様がすべての人を愛しておられるから、私たちもすべての人を愛することができる。そのように自分で選ぶことができます。私たちも今はさまざまな制限を受ける時代になっていますね。もう去年とは全く変わってきました。新しい生活様式ということでね、いろんな制限を受けるようになりました。集会も今までみたいにはできません。そして、教会でもね、こうして礼拝を捧げること、なんとかできていること、これだけでも本当に感謝です。ですが今までのように一緒に食事をして、交わりをするということ、それも非常に危険であるということ、感染を拡大する恐れがあるということで今は控えなければなりません。そのような大変な中にあります。本当ならもうそんなの無視してね、
もう大丈夫大丈夫と言ってね、自分勝手にしたいところではありますが、ありますが、今日教えられたことをしっかりと覚えてですね、主のゆえに従うんだということ、それを私たちも実行していきたいと願います。神様が求めておられる善を行うようにするということですね。私たちがそのような小さなところ、身近な一つ一つのところで善を行っていくなら、その行いを通して父なる神様は最善を成してくださいます。最善を成してくださいます。どんな小さなことでも忠実に良いことをしよう、人を愛して人に迷惑をかけないように人を助けよう、そのような行いを選択していくのなら、すべての人がその行いを見て、キリストの弟子の行いを見て、神様を知るようになります。神様の救いに預かるようになっていきます。神様はすべての人を愛しておられ、すべての人を救いたいと願っておられます。そのことを覚えましょう。そして私たちも兄弟姉妹を愛し、すべての人を敬い、神様を恐れて良い行いを選んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父様、あなたの尊い皆をあがめます。あなたが私たちを愛してくださり、今日も御言葉を与えてくださることをありがとうございます。非常に困難の多い世の中にあって、あなたは命の御言葉によって私たちを導いてくださることを感謝します。あなた方は自由人として行動しなさい、そのように教えてくださいました。私たちは主にあって自由です。しかしこの自由は自分勝手に生きることではありません。神様の御心を行うことです。神様の御心を第一にし、それを選び取る、その自由が与えられていることを今教えられました。主を愛し、また隣人を愛し、最善の道を選び取ることができます。このような困難な時代、私たちはこの御言葉によって私たちに与えられていること、その重大さをもう一度感じます。私たちの小さな善の行い、これを通して神様は最善をなし、人々を救いに導こうとしておられるということを今一度教えられます。どうぞ私たちもこのような中にあるからこそ、御心をしっかりと知って、忠実にキリストの弟子として良い行いを選び取っていくことができますように、私たちは神の奴隷としてこの世にあって奉仕していくことができますように、主がどうぞ一人一人に知恵と導きを与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞまだまだ混乱が続く世の中ではありますけれども、どうぞ一人一人に平安が与えられ、神様の御光が与えられますように、希望をいただくことができますように、平安とご愛をいただくことができますように、どうぞ主よ、お一人お一人を祝福してください。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。